はい、皆さんこんにちは、アジでございます。ひいさんでさんぼくしんちょうさんやっていきましょう。来ましたねと。これは、そうだね。あとあちらの細胞が来てないだけまだマシだね。じゃあ行きましょう。さあ、久しぶりでもないかな。采配になりますね。はい、18万8500対8万5500です。10万の差がありますね。おー、もう全部ピカピカだ。社長揃ったかと。じゃあ私が行きましょう。はいと。ちょっと考えてみた。ですんでね、どうしちゃおうかな。もうね、539。敵兵集奪をね、ここかな。そうだね、敵兵集奪ここだね。で、医療人はいらないね。あと、あ、うちの神さんも敵兵集奪持ってたよね、そういえばね。あ、石兵八人がないんだね。まあこれだけでいいと思うんだけどね。一応まあ念のため入れとくか。あと、足が速くなるのはないかな。まあないでしょうけど、これ入れときましょうか。舞台配置、おお、もうこれ、あ、こっちにも置けんのか。いや、こっちだね。はい、決定しましょう。よし、心は決まったと。全軍勝つべくして勝つのだ。もうこれは勝って当たり前ですからね。あ、敵領者があるんだね。もう敵さんは勝って当たり前なので。おいっと、お任せください。誰かいいの持ってないですか。指揮回復、放射采配、砲エンジン。ああ、あ、そうだ、土曜さんがすんごいの持ってたよね。速防采配はこれだな。これだな、速防采配だな。ああ、土曜さんいいの持ってるわ。もうこれで決定だね。今は耐える時。うわ、足速い。しのぐのです。これは、はい、で、いけた？あ、いけたね。使うわよ。これがレベル何度か分かんないですよね、シューダスリーズがね。とりあえずここに行きましょう。奪いましょう、奪いましょう。あ、ちょっと待って、足速すぎて奪えない？奪えないかな？こっちにしましょうか。足を変えましょう。どれだけ奪えるかな、ちょっとあちら気になるんでね、あれしときましょう。で、これで私猛者采配振るとどうなんの。うわー、増えていくね、増えていく増えていく。これ多分敵取ってくるよね。お前ら一気に片付けんぞ。でも今は増やすことを考えましょう。我が一撃受けてみなさい。どう来るかな敵さん。あ、やっぱそういくね、そういくよね。あっちは一部隊、あ、8000なんぼだったら全然勝てるね。もう取られてもいいでしょう。で、もう一回、どうしよう、何する、何しよう、誰かいいのないかな。連射、あー、猛者采配かな。あなたも我が指揮に従え。はい、あー、特攻はね、あれだもんね。どっちまで行きますか。まずここ取りに来るよね。ここを取られてもいいんで、ちょっとでもさすがに強いな、この人、紹介さん。強いね。あ、もう切れた、切れたら、ラケンさん。あ、そうだ、てっちゃんいたね。てっちゃん、てっちゃん。あれ？あ、てっちゃんいないんだ。てっちゃんいないから、足の速い人。あ、土曜さん。今は耐える時。土曜さんにか、あの、守ってもらいましょう。こっちは
あ、狂気兵か。だったらなんとかなるね。これまでですか。えっと。お、傷がついちゃった。お、大事になりましたね、ラケンさんとね。さすがにね、さすが強いね、これね。で、まあ逃げるんでしょうけどね、捕まえられないんでしょうけど、捕まえたかな、誰かが。いや、これ使いが壊滅とは書いてますけど、捕まえたとは書いてないんで、よいしょ。これはこっち入っちゃいましょうか。よいしょ、よいしょ、よいしょと。お任せください。守りを固めよう。はい。今こそ好機、かかれ。はい、陣を制圧しました。もうこの馬いらないもんね。馬いらないんで、行っちゃいましょう、こっちね。かしこまりました。行くぞ。それがし続け。あ、取っちゃったね、舞台が大きいので。ちょっと頑張ってください、土井さんね。ああ、引っかいちゃったね、やっぱり。ああ、悩んでる、悩んでる、悩んでる。悩んでる守りをね。固めよう。耐え抜くのだ。で、ここは誰、何使おうかな。連射？あ、あなたも騎兵だったのか。じゃあ、もう一つあれ使いましょう。我が指揮に従え。ただ、ここはあれがあるんですよね。あ、でも、全然いいわ。守りを固めよ。耐え抜くのあれだ。なんですけどね。使える？あ、一応使っちゃおうか。我が策披露しよう。全然ちょっと届かないね。誰だっけ？陽子さんがとんでもなかったんだよね。あの、療養者でやったときね。どれぐらい損害があるかな。ああ、ちょっと増えてきてんね。でも、まあ、まだ次取り返すからね。ここまでか。あ、そう、もうさんだったんだ。すごい、53とか40とか上がってる。これはあっちまだね。さあ。今こそ勝機だ。俺に続け。これだったらサイボーグも勝てると思うんですけどね、サイボーグ相手でも残すね。れば勝ち、少なければ負ける。それだけのことだ。誰も捕まえれなかったらな。お、敵兵争奪戦術30から31ということはもうレベル4なのかな。そう思いたいですね、1しか上がってないんで。さあ、また来たね。また来たから突っ込んでいきましょう。進め。で、まだ回復しきってないね。回復しきってないので、こっちに合流しちゃいますか。いや、もうちょっと待つか。もうちょっと待ちましょうかね。じゃあ行きましょう。はい、崩壊さんね。1万2800だったら着手する。もうこれ全然楽勝だね。策がある。539ってすごいね、この数字。はい、部隊配置ね。はい、こっちね。で、どうしちゃおうかな。戦術配置、はい、戦術、あ、向こう弓だもんね。正規兵なんで、こっちに仕掛けよう。で、これでいいですね。前言、立つべくいしや、てもう勝つね、のだ。もう、この土曜さんいたらすごいわ。すっごい楽だわ。はい、速報采今は配。耐える時。で、突っ込ませましょ皆、しのぐのです。かしこまりました。う。多分、彼来る前に落ちると思うんだよね。誰だっけ？崩壊さんじゃないわ。この人ね。今こそ好機、かかれ。紹介さんだね。すごい白状の人なんだよね、紹介さんね。そうなんですよね。あ、もう落ちるよ、これ。今こそ勝機だ。ああ、養分追ありにがとう続だけ。ね。入ってる皆さん。入ってる皆さん。これちょっとごめんなさいね。入ってね、いや、行っちゃおう。我が剣をくらお、群がる。え。お任せくだなんださい。ろう、悟り群がるありの状態だね、これね。
以上で猛者采配しちゃおう。で逃がさないために文金さんで前塞いじゃおう。あ、よし行ったね。じゃあ囲んじゃおう。あ、いや文金さんで後ろ囲んじゃおう。あー、やっぱ文金さん行く前になくなっちゃうんじゃない。うわー、すごいね、ほんとこの人間に合わない。間に合う、間に合うかな。ちゃんとおこぼれに預かりなよ。いやー、20万超えない、今だ。あ、超えちゃった我が兵は20万超えちゃいましたね。相手慶州田選手が31から32。あ、そりゃ一時戦に明け暮れてたからその時に伸びたんだね。敵兵士出すんですよね、きっとね。いや、もう負ける気はしませんね、本当に。もうたとえ敵さんがね、あれでも弱い勢力であっても全力を持ってね、いただきますよ。さあ、じゃあもう信用は落ちますね。じゃあ信用向かいましょう。じゃあ長子さん、あなた工事部隊としてこうやってもらいましょうか。もう間に合わないでしょ。あ、そっち行っちゃうんだね。はい、龍禅軍の非勢が信用への攻撃を開始しましたと。助けに来るんだろうけど間に合わないよね。もう間に合わないね、これね。お、出てきた。おお、翔海さん出てきたんだ。始めるぞ。さあ、これも私が行きましょう。ちょっと考えてみた。まあここも沿わず、こちらです。ただ、あ、そうだ、運転持ってくればよかったんだ、私が。あららら、ら、まあ、次回運転持ってきましょうか。どうしましょうかね。これぐらいいいでしょうね。分散する？もうほとんどこれ意味ないからね。分散しましょうか。そうですね。うん、じゃあこげなもんでよろしいですかね。あと気になるところとしては、医療は使わなく、あ、医療使っておくだけ使っておきましょうか。あと足速いのないですもんね。じゃあこれでいきましょう。全軍勝つべくして勝つのだ。ゾウさんを南から上げようかな。そうだね、ゾウさんほとんど南から上げましょうか。でトヨさんが、あ、即場さえ通用しないね。その前に私が入って、うちのおかみさん。あ、そうだ、うちのおかみさん、このおかみさんは足そんなに遅くないかみさんなんだよね。で、これで土曜さん。ちょっと分かんないね。ちゃんと入れとこう。よし。これで土曜さんが即場さえ入って、使って、こっちにゾウさん半分回しましょう。で、今度、弓はこっちだね。かしこまりました。で、そのうちゾウさん、ゾウさん2人もらおうかな。ゾウさん2人もらいましょう。はい、これでいきましょう。さあ、どんな感じになりますかね。勝機だ、俺に続け。さあ、敵の援軍が間に合うかですね、これね。行くぞ、それがして続け。あ、でも運転いらないね、ぶっちゃけ。こんだけここまで敵の門をねやっつけちゃってんで。お、ちょっと待って、あ、びっくりした、抜かれてるかなと思っちゃったらこっち来てたんだね。あ、お願いします、療養者ね。かしこまりました。行くぞ。あ、助手さん間に合ったんだね。ちょうど序盤で間に合ってるんで、鎮静圧が効きますよね。私に続きなさい。鎮静圧の後に来られちゃうと士気下がらないだもんね、あんまりね。私に続きなさい。ああ、もうこっちまで来る必要ないんで。さあ、じゃあ助手さん行きましょうか。あ、出てきた助手さん。あ、助手さん出てきたね。
攻撃こっちだね、これね。士気まだ下げる必要あるかな。あ、でも紹介さん下げておきたいね。うわー、うちの神さんとこ突っ込んできたよ。じゃあ私が猛者采配使いましょう。で、神さんが後ろ回りましょうか。かしこまりました。あ、これ使いたかったね、この人にはね。もったいないね。そうだね、そうだね。一応まあ落としとこうか、こっちね。で、ああ、まだ将兵27人だから。さあ、じゃあこっち抜きましょうか。我が計略、お、受けてみよう。ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。逃げなきゃ。逃げれる？ちょっと待って、なんで突っ込んでんの？逃げたのに今。あ、逃げれてないんだ。は？は？君ら待機中になってんだけどね。あ、つかめない。これはミスったな。あ、違う。策略使われてんだ。策略使われてんだ、これ。なんか使われたんだね。ああ、うまい。敵うまい。うまいね。じゃあもうぶっこ抜いていこう。これはまずいや。お任せください。いやー、なかなか。あ、そうだ、挑発だ。挑発やられてんだ。いやー、これはやられたわ。なかなかやられましたね。うまいわ。よし、今だ、なだれ込め。あ、うん、いいですよ。いや、うまいな、敵さんも。で、張玉さんあたりがここぶっこ抜きましょう。あ、いや、もうみんな復活したね。復活したんで、もうぶっこ抜いていきましょう。かしこまりました。張玉さん、行かなくていいよね。かしこまった。あー、この6000はもう無理かな。多分落ちちゃうね、さっきね。さあ、一応間に合うかどうか。いや、間に合わないわ、絶対。一応ここに残しとく。多分ね、間に合わないんですけど。間に合うかな。はい。で、使って、もう残り4000だけど、取りに行きますよ。はい。はいと。ああ、間に合わないな。これ間に合わないな。あ、取り返せたかな。はい。はい、ああ、大量戦術。あ、大量人戦術は多分レベル4いってないですね。ね、5上がってるんでね。はいと。いやー、正直、この今回の義討伐戦ですか。義討伐戦はそれほど白熱するものはないと思いますね。やっぱりあの、あ、武将移動。武将移動ね。武将移動はやめときましょう、今はね。今はやめときましょう。やっぱりあのあれだね、この常用ぐらいであたふたしてる時が一番戦争としては見てて面白かったかもしれないね。さあ、じゃあね、一応、あ、これ進めて、で、あれだね、再編成で一応ね、旧騎兵の方は運転持たせましょう。ね、うちは皆さん運転持たせておきましょう。あら、私は？あ、私こんな下なんだね。運転をね。あ、透析機でもいいかな。で、まあ多分透析機を展開する暇がないと思うんですよね。そうだよね。じゃあね、ちょっとお時間が良くなりますね。この辺で終わっておきましょう。ひいさんで3513終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。